じゃあ今日、アミダスクール朝活スポーツ部門担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日はパーソナルでちょっとやっていきますので、まあ、ちょっと小泉さんも継続してきていただいて、そもそものちょっとこう質問にちょっと若干なるんですけど、ここに参加したきっかけっていうか、なんか動機みたいなのあるんですか？なんでこうやってみようかなって思ったみたいな。やっぱ今自粛、緊急事態宣言で、まあ、仕事が休みになってて、で、まあ、家にいることが多いし、まあ、ちょっと運動したいなとかそういうのもあったんで、自分でやろうと思ってもあんまりやんないんで運動とかやりたいなと思ってても、あ、やりたい気持ちあるけど、うん、こうなかなか一人だと難しいみたいな。そうですね、うん。それまでは何かやってたんですか？いや、もう全然なんか。ですよね。気が向いたらウォーキングするとか。なるほど。うちの近所。気が向いたら、なるほどですね。いや、まあなんかこう、参加することによって、その時間を強制的に作るみたいな。です。うん。ですね。でも、続けてきていただいてるのすごい嬉しいんで。うん。はい。続けてると何かこう見えてくるものとかあります？今はやっぱ体、私もともと姿勢が悪いんで、うん、なんか普段からちょっと良くなってきてるなって思います。でもあと体が軽くなってる感じはします、ね、じゃあ、うん、あれですね、使い方がだいぶ体に浸透してる感じですね。はい、いい感じですね、うん。まあそこら辺は、まあ、なんていうんですかね、きっかけは運動不足解消だったかもしれないですけど、実際はそうやって姿勢をもっと良くしたいなとか、その潜在的にあったのかもしれないですね、もっともっとこう。あ、そうですね。うん、あとなんか疲れにくい体になりたいなっていうのもあります。結構じゃあ疲れやすいんですか？疲れやすい気がします。なるほど。そこはちょっと今、先ほどお題でいただいたバランス安定、うん、安定を高めるのとバランスを取るって違うんですよ。うん、なんか一緒のイメージあるかもしれないですけど、うん、なので軸を作ることとバランスを取るって実は違うんですよ。何が違うと思います？軸を取るって言うとなんか一箇所に集中して、ああ、いいですね、いいですね、いいですね、ええ、うん、そうなんですよ。移動が起こらないんですよ、軸を作るって。その場に重心点と支える点は一緒なっていうのは一緒なんですけど、バランスってことは何かこう外部的要因がかかってなんか揺れたりとか、その中でバランス取るみたいな、あと何かしらの自分が移動するみたいなのが入るんですよね、うん。なので軸がピッピッピッと作ってるっていうこの前提がある上でバランスが取れるっていうのも確かにあるんで、ではその辺ちょっと確認しながらやっていきましょう。ウォーミングアップ兼ねてストレッチしながらバランス能力を高めていくような形でやってみましょうか。ではまずは立っていただいてバランス見てみましょう。まずはですね、この状態で右足からですね、右足、左足、右でストップして左足上げて、このままキープします。で、膝は股関節と同じぐらいのところまでキープしましょう。そうです。これもいいですね、戻しましょう。では今度は左足、右足で立って、はい、 OK、 こっちもいいですね。じゃあ今度はもう一回右、左で立ったら
目をつぶります。目をつぶって、足上げて目をつぶりましょう。今足ついちゃいました。まだついてないですね。粘ってますね。はい、オッケー。驚異的な粘りでしたね。はい。今25秒ぐらい。今度逆足ですね。左、右、左、右、左足で立って目をつぶります。おなるほど。OK。今のは20秒で、ちょっと右足、左足の方が苦手でしたね。で、小泉さんの場合は、揺れが左右に起こるんですよ。左右に起こると、横にこう、起きちゃうんですよ、こうやって。前後に揺れるというよりは、左右に揺れるので、バランスを、ここで取ろうとはしてるんですけど、ここは安定しない。で、自分がどこでバランス取っていいか分かんないんで、まあ、全身力を入れて、こうやって揺れながらバランスを取るみたいな。形になってるんですね。これは重心移動が起こってないので、まあ、純粋なその目をつぶった時の体の姿勢を安定させるそのセンサーですよね。の感覚の部分になります。なのでそれをちょっと鍛えるトレーニングを少しやっていきましょう。はい。はい、ではそれを使うのはお尻周りになるので、ちょっとお尻周りのストレッチもしながらやっていきます。体幹周りとお尻ですね。まずは四つ前になりましょう。で、この状態でかかとに膝、あ、お尻をつけていきます。と、一、戻して。二、三、四。5、6、この時お腹意識できますか？戻る時によく使う、結構使うと思うんですけど、なんとなくわかります？はい、だいぶいいですね。小泉さん、だいぶ自分の体をこうイメージできるようになりましたね。素晴らしい。したら次はこの状態で右足を、膝をですね、外に開きます。この状態で、こっちに開く。これは、お尻を使います。右足を、犬とか猫はこう、言い方が悪く言うと、しょんべんするようなイメージですね。足上げてこう。はい、この時に、体がですね、この状態で、横にずれないように、このまっすぐの状態のまま、足を上げます。そう。これを10回いきましょう。お尻でキープ。1、と、2、左にずれないように。3、お互いの力入れて。4、5、膝を上げる。そう、6、指先に力入れない。7、息を吐きながら。8、9、下向かないように。10、OK。今度反対いきます。左側ですね。同じように。で、小泉さんの場合は、これを上げるときに、ハンドを使って腰を反ってこうやって上げてるんですよ。なので、膝をこう、引き上げるような感じですね。そうすると、お尻にダイレクトに力が入ります。ちょっと難しいかもしれないですけど、意識してやってみましょう。片側に足開いて、左足を上げる。そう、1、2、3、4、5、あ、こちらもいいですね、6、7、右足でしっかり安定性作れてるので、8、9、10、OK。では次ですね、寝ていただいて、
さにしちゃいます。で、両膝を曲げていただいて、あ、一回伸ばしましょうか。伸ばして、で、膝を軽く曲げます。ちょっとでいいです。30度ぐらい曲げて、こっちの下の骨盤を後ろに引きます。はい。で、このまま膝を上に上げて開いていきます。こんな感じです。で、こっちの足は浮かさない、ついたまま膝だけを開く。そうするとお尻使うの分かりますか？逆骨盤ごとこういかないようにですね、このまま膝を開く。ちょっと地味な動きなんですけど、お尻の後ろ側ですね。なんとなく分かります？あ、はい。お、いいですね。ちょっと続けましょう。これきつくなるまでちょっと続けていきます。なんか熱くなってくるんで、よいしょ、いいっすね。なんとなく疲労感きました？はい。はい、じゃああと3回、1、2、3。はい、 OK。 お尻ですね。はい、そうしたら今度は足を伸ばしましょう。そうです。で、30度ほど上げます。かかとで上げるようなイメージですね。で、このお尻使います。また今度はちょっと違うところですね。ちょっと外側のお尻使います。で、少し下ろしてアップ、はい、ダウン、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4。はい、OK。 この辺来てるの分かりますか？はい。 OK、 素晴らしい。では反対に向きましょう。この2つが骨盤を安定させる筋肉になります。はい、さっき横にふらついてたのを押さえるやつですね。今度はまた膝伸ばして軽く曲げます。で、寝ていただいて、このまま反対の手で骨盤固定しても OK です。で、膝を開く、1、2、3、お尻、4、ちょっと後ろの方のお尻ですね、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4。はい、もう中行きましょう。どうですか？疲労感出てきました？まだ行きますか？ OK。 あっさんが行きましょう。1、2、3。はい、 OK。 この筋肉って非常に小さいので、小さい筋肉は何回回数やるというよりも、何回かこう回数を積み重ねて疲労感を出さないといけないんですよ。そうすると、あ、これ働かなきゃいけないんだなと思うんで、主に表の大きい筋肉ばっかりが働いちゃってるので、これをやってると座骨神経痛とかの予防にもなります。はい、今後のあれですね、ないのが一番いいので予防というところですね。今度は足伸ばして、このまま上げる、1、2、お尻の外側、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4。はい、 OK。 ではちょっと重力かけていきましょう。今は重力がかからない状態でお尻を意識する練習ですね。はい、お尻を使っていく練習をしました。今度は少しバランスも取りながら、お尻と体幹で体を支えるイメージを持つ練習します。はい、四つ前になりましょう。この状態でこんな感じですね。
で、足を開いて、手を開きます。で、足ペタッとして、はい、このまま右手と、左手と右足をこの状態のまま、姿勢を維持したまま、あ、小泉さん、もうちょい膝後ろに下げれます？そう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 、オッケー。あ、ちょっと下げすぎですね。オッケー、この状態 で、お尻を少し、今腰をすごい反っちゃってるので、少し上げます。あ、ちょっと上げすぎですね。で、お尻後ろに引けます？あ、OK です。その姿勢をキープしていただいて、左手と右足を伸ばします。そうです。で、これでキープ。お腹と、こっちの足でバランス取ります。そう。これは軸を作る練習ですね。呼吸を止めないように。自分に軸が通ってる、真ん中に軸が通ってるイメージを持ちます。5、4、3、2、1、 OK。 では反対いきますよ。同じようにこの状態で反対、右手と左足をアップ、足をペタッとして、そうです、体を反るというよりもお腹でしっかり支えてお尻を使います。膝がついてる方のお尻で体をキープするイメージ持ちます。ピタッと止める。あ、いいですね。5、4、3、2、1、 OK。 では次はですね、足の踏む練習、足に体重をかける練習をします。スクワットなんですけども、両膝を肩幅に開いて、小指側のちょっと下あたり、外くるぶしの少し前ぐらいですね、外くるぶしがあって、このあたりに、この真下ぐらいに体重をかけます。親指側に体重をかけるとこうなっちゃうので、こっち側ですね、こっち側に体重をかけてあげるっていうイメージ。そうです、そうです。そこはかかとに後ろから後ろ体重になっちゃうのでちょっと難しいんですけども、意識しながらやってみましょう。前に手を出して、で、意識は足の裏、足の裏で目をつぶりながらダウン。そう、足の裏を意識しましょう。ダウン。そう、足の裏、地面についてることを意識して、しっかり地面の力を使いましょう。ぐぐっと押す、地面を押す。ふぅ。ふぅ。ふぅ。そう。だいぶいいですね。もうちょいお尻下げて。地面を押して戻ってきて、あと2回、はい、下ろして、1、2、 OK、 ナイスです。じゃあ最後、バランスも含めてもうちょっと重量かけていきますよ。右足で立っていただいて、左足を少し上げます。さっきのような姿勢ですね。手を前で組んで、体を前に倒しながら、足を伸ばして、バランスをキープします。この時、外側で意識して止める。はい、戻す。1。この時、足の裏意識してくださいね。足の裏をしっかり支えるようなイメージで。そう、2。倒して。はい、戻す。あと2回いきましょう。後ろ、ふくらはぎに力をそこまで入れすぎないようにしっかり足の裏意識して、お尻で支えます。先ほどのお尻のとこ使って、右のお尻使いますよ。そう、 OK。
今度反対行きましょう。左に変えます。右足の上げて後ろに蹴って D の字を作る状態を前に倒していきましょう。左のお尻で支えます。お尻、体幹、はい、戻す、1、はい、ダウン、よいしょ、2、はい、後ろ、はい、戻す、3、後ろ、戻す、4、ラスト、オッケー。どうですか、イメージなんとなくわかりました？なんとなくです。じゃあちょっと試しにもう一回目をつぶって立ってみましょうか。はい、はい、右足から 1,2,3,4 右足で立ってで目をつぶりましょう。お尻を意識します。足の裏とお尻意識して、すごいですね。オッケー、30秒ぐらいいきましたね。しかも全然揺れなかったの分かります？あ、分かります。すごい意識できてます。今の意識でお尻、今どこ意識しました？今、やっぱ足とお尻です。 OK、 じゃあ逆もやってみましょう。左、右、左、右、左、はい、オッケー。もう苦手だった左の方が35秒できましたね。おすごい。こうやって普段意識してないことを意識するだけで体の付け方全然変わるんですよ。うん、どちらかというと要は完全に効かせるトレーニングというか、そのポイントに絞ってでやったんですよね。どういうことかっていうと、まずは重力がかからない、まあ、四つ這いだったり寝た状態でやって、そこに刺激を入れるんですよね。ここ動けよっていうスイッチを入れるみたいな。でそこからなおかつちょっと動きをつけて、その動きの中でも入れるように、で今度は立ち上がって、まあ、座ったり立ったりする状態でそこに出力が入るようにして、で最後は片足でバランス取りながらそこに出力が入るっていう、どん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 こう体を負荷をちょっと上げていったような形なので、こういうトレーニングを毎日するとバランス力だったりとか、まあ、自分の軸が作れるので、はい、もうトレーニング内容としては多分5分ぐらいで終わるんですよ、これ。はい、なので、まあ、転倒予防でしたりとか、あとはそういった姿勢改善だったりとかにも使えますし、すごく日常的なその機能が高まるようなトレーニングを今日はやっていきましたので、またこちらの動画を見ながらところどころもしあれだったらちょっとこうなんていうんですかね、その場その場のトレーニングだけをちょっとかいつまんでやっていただいても全然構わないので、むしろそちらの方がコンパクトにできますので、まあ、そういった形で、はい、やってみてください。はい、今日はこんな感じで、やってきましたので、またそういうリクエストもぜひぜひお願いします。あ、はい、はい、でちょっと今日はお尻周りストレッチしっかりやっていきましょうか。はい、おい、ちょっとクールダウンしていきましょう。まずもも裏ですね、手をついて指の方に乗せます。で指先の方に手を伸ばしてぐーっと体を倒していきましょう。この時息を吐きながらだーっと吐いていきます。
OK。 では次はですね、右足を伸ばして左足に膝を乗せます。でかかとをお尻の方に持ってっていただいて、後ろについてる手をついたままお尻を一回引きます。そうです。でもっとこちらを近づけるとこのお尻が伸びます。今左のお尻ですね。で手は後ろについていただいて OK です。でこのままですね、ちょっと種類を変えましょう。横に倒します。こんな感じですね。で右手で膝に手を当てて、でごめんなさい、どうかな、右足に乗せてこうですね。でこうやってやったら右手を膝に乗せて左手を後ろに回します。で左手の方を見ましょう。でこいつは右手は膝の外側に当てる。今どうなってますかね。ここ、こちらに当てる感じですね。こっちじゃなくて外側、右の肘を、あ、そう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 、あ、そっち、今の方向でやってました。そうです、そうです。あ、戻してくださいそうです、そうです。こっち側に、で、自分の方にグッと引く、膝を自分の方に押す感じですね。はい、OK。 そうしましたら、そのまま寝ていただいて、逆に今度膝を倒しましょう。これをちょっと股関節伸ばしていきましょう。はい、結構です。では今度左足に右膝を右足を乗っけてお尻引きます。はい、でまず骨盤引いて右のお尻をしっかり伸ばしていきましょう。でそのまま倒して、で左の肘をかけてぐっと自分の方向に肘を押す。そうです、そうです。前にかける感じですね。体を前に、で右手の方にぐっと持ってきます。お尻が伸びていきます。はい、ではそのまま寝ていただいて、右足を外に、右の膝を外にしてぐーっと倒しましょう。そうです。で腰が浮かないように体を倒します。はい、OK。 ではじゃあ起き上がって、今度は内もも、股関節ですね、こちら伸ばしましょう。付け根ですね。あぐらをかいて、かかとを自分の方向に寄せます。で、ぐーっと押す。こっちを伸ばしていきましょう。ちょっと膝をぐーっと軽く押す感じですね。そうです。OK。はい。ちょっと今日は、パーソナルという形で、小泉さんの状態を見つつやらせていただいたので、まあ、最初のやった時と片足立ちした時のバランスの感覚がかなり違ったので、後で映像で振り返るとすごい分かると思います。自分たちの目つぶってたらなかなか分からないですからね。まあ、そうやってちょっとこう日々刺激入れると、だいぶ今は体でも最初
小泉さんとやらせていただいたときに、どこをどう使ってるかわからない状態だったのが、かなりここに刺激入ってますよねっていうと、あ、入ってるなっていう感じをすごい踏み取っていただいてるので、それだけでもだいぶプラスです。普段そこに意識がいってないところに意識がいってるってことなんで、逆に言ったら。なので、すごい大事なことなので、それをトレーニングでも、まあ普通の生活の中でも何か意識的にちょっとやっていただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。今週も続けてやっていきますので、お時間あるときはぜひぜひまたよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。今日は以上になりますので、